はい、パーーーナトレのユージです今日はスマホで変わるあなたの筋トレということでですねあのーまあ、今までね、えー、パーサートレーニング指導を長年してきている中で、まあ、思うことは結構いろいろあったあるんですけれども まあ僕のところにこう初めて来る人ねトレーニングね、えー、ちょっと教えてくださいということで初めて来る人まあ大体ねまず、あのーまあ、初心者の人ともちろんトレーニング経験者という人がいるんですけれどもまあトレーニングをもう数年やってますまあ3年5年とかやってますという人であってもまあじゃあトレーニングまずねちょっといつも通りやってみましょうかっていうふうにやってみると、まあ、かなりね、あのー、その動きがトレーニングの負荷が逃げている無駄な動きというのは結構やっぱ多々あったりします。まあ やっぱりそれはまあよくあることなんですけども、まあ、最近ではですねまあもちろんこうやってね、えー、まあ僕の y o u t u b e もあるし他の YouTube もいろいろあると思うんですけど、まあ、その YouTube を結構見ている中で、まあ、僕のね YouTube をかなり見た中でパーソナルトレーニング来ましたと言った時でも結構ねうんそこはちゃんと動画で結構口酸っぱく説明してるぞっていうところが <laughs> かなりフォームが崩れていることはやっぱあるんですね。だからさっき言ったような、まあ、この、力が逃げてる方向、まあ、体にとっては楽なんですけれども、ただそれだと、体のね、鍛えるべき筋肉がなかなか変わらないというね、まあ、そういったことがね、本当ね、まあ、基本的に、まあの、必ずあります。あの、一人二人とかで、ね、必ず全ての人にもあるんですけれども、まあ、この原因というのを、ええー、まあ、大きく分けると、二つに分かれていきますね。一つは、目が、 トレーニングと体を客観的に見えていないということが1つ目で2つ目は見たものを再現できていないといなととうころがありますで今回はこの1の方の、えー、トレーニングと体を客観的に見えていないというところをまあ説明していきたいと思ってるんですけれどもこの、ね、目ですね目肉眼は体を過大評価している過大評価してしまうんですね 自分がトレーニングをやってる姿を、まあ、鏡で見たりしますねトレーニングをやってる姿を鏡でねトレ,自分でト,レトレーニングしてる姿を見たりしますが、えーまあ、その動きをね正当化してしまうというかね、まあ、まずねガンガン一生懸命やってる自分にとって陶酔してしまうところがあって自分ではそう思ってなくても、まあ、やっぱり一生懸命やってるや、ね、自分がやっぱり好きだったりしますので、えー、そっちの方にね 気持ち意識が向いてしまうことやっぱり多々あって細かいところ本当に気をつけてやってるかなとかその動画で見たままでそのままできてるかなということをきちんとチェックできてないんですよ自分の目がね、えー、自分ではそこなんかちゃんとやってるふうに思えてしまうというのが一つで、えー、あとは鏡で、まあ、自分の体を見ることがあると思いますね、えー、ジムでもねトレーニングやってる時に自分の筋肉がね満足についてるかなと思って見ることがあると思いますが まあこれがねこの肉眼というのはあくまで主観であって本当は客観的でないということ事実がねね変わるることもあるんです、ね、だからね、まあ、よくあるのではジムとかでもゆる、まあ、いのにでかいと思えてしまうとかね でかいっちゃでかいんですけど緩いともかっこいいとこう自分では思ってしまうとかもやっぱあったりするのでそういうのをねあ,のあなた自身が横から見てる時はもうそういう客観的ですよねああそういう人いるなというのは客観的なんですけどただ自分で見ると自分で見ると肉眼で見るとかなり満足したレベルにこう正当化されてしまうことがやっぱあるんですね。ちょっとねあの話は変わりますけれどもなんか以前なんか見た映画でねあのその事件か何かを見た。 えー、主人公、まあ、主人公の中子供みたいな女の子とかがその見たことを事実を受け入れたくなくて頭の中の記憶を変えてしまって事実を曲げてしまったこと自体からちょっと話がややこしくなってしまうという、まあ、映画があったんですけどもやっぱそういうこともあるようでこの自分が見たくないものはちょっと変わってしまうことはまあ、あるかもしれないということなんですねね、まあ、そこで、ね、あの自分はね。 あの客観的に見れるものとしてはやっぱりここでねスマホトレーニングを僕は進めますスマホを使ったトレーニングです、まあ、このスマホを使ったトレーニングというところはやっぱり過去にはなかった昔には全然なかったところでこのこの10年未満でかなり変わってきたところで昔はもうそれ自体ができませんでしたから本当に主観でしかなかったんですけど、まあ、このトレーニングの在り方はねかなりねこの数年でものすごい激変してきたところだと思います。 トレーニングのある意味ねトレーニング自体じゃなくてスマホが出てきたことによってトレーニングの在り方というものはまあ激変してきたんじゃないかなと思ってますまあスマホでね、えー、まあ写真と動画を撮るということですね自分のポージング写真を撮ってもいいです自分の体をこうやってポーズして撮った時に自分で撮るとね結構やっぱね基本的にはショックを受けますよあれね男の人はあれあんまでかくねえなここ足りないなとかってやっぱり思うわけですよ まあ僕自身もやっぱりね、あのーまあ、僕はもうずっとずっと何年も何年も動画も写真も撮り続けてるからずっと前から見てますけれどもやっぱりね、あのー、自分の腹筋の溝の、ね、深さがちょっと足りないとかいうことは常に、あのー、写真で見てやっぱりわかることですしやはりもっと肩が欲しいとか。 もう少しねボリュームをつけなきゃなとかまあそういうふうにはいろいろやっぱ思うんですね。だけども実際ジムでトレーニング中にしかも自分がちょっとパンプアップしてる時に、えー、鏡で見てるとトレーニング中はね自分でものすごい満足してるんですよ。だけどそれと写真はね自分で見てもやっぱりねあの頭の中で違うなと感じるわけですよ。だからそういうね自分のあのまず写真 決めポーズとかか何ででもいいいすから、そう女の人でも同じです。同じ人は、まあ、もちろん筋肉が映りにくいですけど体のラインとかね、えー、ウエストからお尻のラインとかそういうものがねタイトなものを着て、えー、撮った時に自分の頭の中と写真とで、まあ、どういうふうに違うかということをまずはチェックしてほしいですね。それから、えー、とトレーニング中にまあ動画を撮るということ。まあ、今、あのー、ジムでねあの撮影するということはなんか基本的には禁止されてますけれども、まあ、ちなみにね このねジムでの撮影についてねアメリカと日本で全く常識が異なるということまあ別な時にお話しした方がいいのかもしれないですけどアメリカ全て全然 OK ですね基本的にもうどこでも多分 <laughs> あの全然撮って OK で、まあえー、トレーナー自体が撮ってボンボンねインスタにアップしてるぐらいですから全然撮れるんですけども日本でまあ基本的に禁止されてますね、えーまあ、そこの問題あるんですがただねジムのインストラクターに頼んで 自分のフォームチェックのためだけに撮りたいんですけどいいですかとか、えー、いうことであれば、まあ、結構ねオッケーくれますもしくはねインストラクター自体がちょろっと撮ってくれたりもしますもうそれはその人を撮りにが良くなるためですから、えー、そう思ってくれれば撮ってくれると思いますでそうやってまずね動画をね自分のエクサスズやってるところを動画を撮ってみてまずチェックする必要がありますこれをねやっぱり実際ねスマホで撮ってみると自分のね思ってる動きとやってる動きが違う場合があるんで ちょっとここでね実際に、えー、スマホを使って撮影してみましょうはい、えーまあ、こういうスマホをですね、まあ、このスマホホルダーとかがあるんで、えー、こういうものを使ってこういうのに挟み込んでこれで、えー、ガチッとしますね、えー、これで三脚につけて、まあ、撮影するところできるんで、まあ、こういうのね全然安いのでこういうので、えー、利用してみるといいかと思います例えばね、えー、腕立てせなんかの場合に 動画ではまあ僕はこんな感じでフォームをまあ紹介しているわけですけどもこの形で紹介してるんですけど実際やっぱり自分で撮ってみると大概こうなってると思いますこうなってると思いますこうなってると思いますもしくはお腹も落ちてるお腹も落ちて頭と頭とお腹をしてるということはやっぱりただねこの微妙な違いをやっぱり動画でやっぱりチェックしてみてほしいということそれからえバックランジの場合にもこの えー、後ろな足,足の膝がきちんと降りてるかどうかきちんと降りてるかどうかここの、ね、膝の深さをチェックしてみてほしいです。僕は今床に皮膚が当たるところまでつけてやってますけれどもこの深さをね確認しながらねそこのところあのしっかりねここが降りてるかどうかというところをねやっぱりこういうので取ってみる必要あるかなと思います。 それから、えー、動画でチェックしたのは、アームカールの肘ですね。アームカールの肘が、思ったよりすぐ上がってる。思ったより上がりすぎて、前腕が垂直になってる。こういうのも結構あるし、えー、思ったよりお腹出てる。思ったより腰が反ってお腹出てる。になってるので、お尻が後ろか肘がここか、体より後ろに肘がいってなく、その感じで、こうほら、肘が僕の場合、ほぼ動いてなかったでしょ。で、上がりすぎてもないでしょ。このあたりが、えー、できてるかどうか。 というのもね、あの動画を撮ってみると必ずチェックできると思います。それとスクワットですね、実際ね、まあ、ジムでスクワットでバーでね、えー、バーを担いでやってる時にも、自分の太ももがほぼ水平近くまで下ろせてるのかとか、水平近くまで下ろせてるのかこの深さに関しては自分ではこっちを見て思うのを担いでるから、基本的には何も見えないので、正面で見てる太ももの感じと、えー、やっぱり真横で見てる感じは全然違うので、 えやっぱりスマホで撮ってかつどこまで落ちてるかというのを確認する必要があります本当に自分がグーッと一生懸命やってる本当にきつくてきつい下ろせなくて結構ねこれが45度ぐらいとかかなり浅い人もいますので、まあ、ここの深さをやっぱり動画を撮っててチェックしてみるそれと、えー、ダンベルプレスをやっぱり頭上から見るね頭上から見て前腕が垂直に動けてるかどうかダンベルがほぼ水平でいけてるかどうか。 というこことをこの動画を撮りながらやはりチェックしていかないとかなり中に入ったりすることは結構ありますのでこういう感じで斜めにねこう入っていってしまうことがあるのでまず動画を撮りながら、えー、チェックしていく。<laughs> ということは、えー、この方向から取らなきゃいけないことですよね。それとワンレッグ出てる人ですねもうこの女性なんかもお尻をかせるよにワンレッグ出てる人をやってる時にこの腰の反り。 が作れてないい場合多いです腰が丸かったり背中が丸かったりあるいは、えー、体重を後ろにかけすぎてこのねすがが、ま、垂直より後ろにいってたりでする場合があるのででっちりで腰が反ってるかどうかというのはこれ真横でないと自分では見れないところなので、えー、うまく鏡だけででではチェックはできないところですね自分の腰の反りをきちんと確認していく。 やっぱりこの横側というのをやっぱり、えー、動画を撮ってチェックしていくあとショルダープレスでも、ね、この真横からですね真横からがすごい感じこれがねやっぱりね男のと重さをね扱ってるとこういうこの感じ結構ありますこの感じ結構ありますもしくはここじゃなくてダンベルだけこっちにいるダンベルだけこっちにいってるまあ両方もあります両方もありますこれをできる限り体を固定して上に押せてるかどうか できる限り体を固定して上に押せてるかどうかはこの真横のライン自分が頭をひねったら正直力が出なくて実際の重いところはできないんで重いところはやはり横,横からのカメラで撮っていくしかないですね。この向きならないようにしていきたいというところです。という感じでそういったね自分のねまず正面で見れないところの客観的な目を見るということ。 ただ正面側であってもね、ショールダープレーさっき横から見ましたが、これでも中に倒れてることがあるんで、その正面ではやっぱり肉眼ではなくて、やっぱりえ客観的なスマホを利用してえ撮っていくということ、一回ね、やっぱりそのカメラという第三者の目からまず見るということは大切だと思いますね。そうすれば、自分のフォームチェックは客観的に行うことができる。肉眼だけではね。 えー、さっき言ったようにちょっと事実が曲がってしまうことがありますのでこういったねまずねスマホで撮るということをね、えー、自分のトレーニングが一つ上に、えー、していくためには必要かなと思いますので是非利用してみてください。パーーートレーナーゆうちでした